プロの味をご家庭に、ほろ酔いワンディッシュ。今回の舞台は五泉市に店舗を構える居酒屋店、三代目マス屋です。高い天井の店内、人数に合わせた席があり、居心地のいい空間で料理やお酒が楽しめそうです。広い店内、おしゃれ。9月に入って秋らしくなってきましたよね。そうですね、はい、そんなこの時期におすすめのお酒を教えてください。はい、吉野川さんの冷やおろしです。どんなお酒なんですか？口当たりがまろやかで、これからの秋にぴったりなお酒です。ラベルにもたくさんのもみじが描かれていますね。そうですね、もうじきそんな季節ですね。はい、それではいただきます。どうでしょう、お味の方は。お米の甘みと旨味がふわっと口いっぱい広がって、まろやかな口当たりなんですけれども、すっきりさっぱりいただけます。こちらのお酒に合うお料理をお願いします。こちらのお店の人気定番メニュー、伊達鶏炭火焼きです。弾力が強めの伊達鶏を紀州備長炭で焼き上げました。早速いただきます。すごく香りが香ばしくて柔らかいです。でも柔らかい中にもしっかりとした歯ごたえもあって、とっても食べ応えがあります。美味しいです。この美味しいお肉、作るのにどんなこだわりがあるんですか？はい、こちらは素材がとってもいいお肉ですので、塩だけで味付けをしています。あとは紀州備長炭がとってもいい香りをつけてくれます。そう、香ばしい香りも感じましたし、塩だけだからこそこの素材の味って生きるんですね。合います、美味しいです。続いてはこちら、お家でお店の味、プロの料理人からその技を伝授します。食材として登場したのは、阿賀野市で生産している豚肉、純白のビアンカ。こちらを醤油麹に30分から1時間程度漬けてから、鉄板やフライパンで焼きます。火加減は中火でじっくり焼くことがポイントだそうです。家庭では普通の豚ロース肉で代用できるんでしょうか？まあ、結局その醤油麹で漬け込むんで、一般的にスーパーで売ってる豚肉でも大丈夫だと思いますけど。多少の焦げ目をつけることで、豚肉に香ばしさや味にアクセントがつくそうです。もうお洋服の模様みたい。じゃじゃーん、料理が到着しました。なんだかフレンチのような見た目ですね。彩りのいい野菜を添えて、純白のビアンカ醤油麹漬け焼きです。お肉の旨味を最大限に引き出すため、味付けは醤油麹だけだそうです。それでは早速いただきます。上品な脂身の甘さで、さっぱりしていてとっても美味しいです。この上品な脂身の甘さとさっぱりとしたこの冷やおろしが相性バッチリです。ありがとうございます。これお家でもこのメニューを作れることは分かったんですけれども、お店でも楽しむことってできるんですか？この吉野川の冷やおろしの期間に合わせまして、お店でも特別に提供いたします。それは楽しみです。料理のポイントは、醤油麹を使って焦げすぎないように中火でじっくりと焼くこと。お家で試してみてください。